はい、今回の総まとめをやりたいと思います。最大電力供給問題を総まとめすると、電圧源とこういうふうにある場合の外部抵抗、電圧源とこうある場合の外部抵抗ということで、この R1 の位置が左か右かというの2つ。それから電流源とこうある場合の外部抵抗。電流源と R1 の位置が右と左で変わった場合の外部抵抗という、この4つの問題に対別することができます。で、それぞれに対して、この R を流れる電流を、まず回路電流を求めて、分流速で自分に流れる電流を求めて、I 事乗 R で電力を求めるというふうにしてうまくやって、傾きゼロの答えを出すと。これも一緒です。電圧源があって、ここに流れる電流を求めて、P を求めて、P' が0なら R を求める。これも一緒です。電流源があったので、分流速で自分に流れる電流を求めて、I 事乗 R で P がダッシュが0になるときを求める。これの場合も一緒で、分流速で求めたやつで、電流の事乗 ×R が傾き0になるときを求めるというんで、求める黄色の部分は全く一緒であります。それで、こいつをここの P の下に移動すると、答えがわかるということで、当たり前であるんですが、この負荷と電圧源は短絡と思った電源側の合成抵抗、R1 と R2 の並列回路、電圧源は短絡と。で、最初から答えは分かっていたとなります。この場合は、別にこれをこっちに持ってってもいいんだけども、まあみんな同じ式なので、ここへ持ってくると R1 になります。したがって、ここに電圧源は短絡なので、ここを短絡されとるので、ここから見た負荷側は R1 だけがあるので R1 と。これもこいつを下へ持ってくると答えになります。電流源は開放なので、ここ開放していくと、こいつからこっち側見ると R2 だけあるので R2 と。で、最後はこれをここへ持ってくると R1 プラス R2 なので、電流源は開放なので、この R から電源側を見ると R1 と R2 の直列回路があるということで、4パターンとも問題を見た瞬間に電圧源は短絡。電流源は開放すると、最大電力供給問題の答えが求められます。はい、免許回転シリーズです。今言ったことをいろんなパターンの問題に対して、やってみたいと思います。全部電圧源問題ですので、交流であろうが直流であろうが電圧源は短絡。で、負荷だけが変化して、負荷の最大電力を求めたい。そうすると、R イコール R0 が答えです。真面目に計算してもそうなります。電圧源は短絡。そうすると、これはリアルパートだけで、イマジナリーパートがあるときはどうすればということになりますけども、その場合には、インピーダンスの大